何かのコンビネーションランチ西森の麺。なんかちゃんが今日ツーショット見せてもらおう。いやもう。なんかその、うん、ね、うん、赤ひな？比べちゃって。うん。いいな、マウス使いやすい、やっぱり。テストが明後日に一つあるので、そのテスト勉強をやります。で、あと今日は編集しないといけない動画が3つあるので、それをやって、と夕方の5時から就活のセミナーが一つあるので、それを受けます。私が今使ってるノートの種類を紹介します。で、一つ目はキャンパスのバインダーです。これはルーズリーフを挟んでるやつなんですけど、授業のノートに使ってます。こんな感じでまとめてます。これが授業のノートです。で、2つ目がこのタブレットのノートなんですけど、これ主に授業のリーディングを使ってる。アプリはワンノートです。こんな感じで授業のやつが全部入ってます。で、最近は使ってないんですけど、こんな感じでタブレットにノートを取る時もあります。で、3つ目がこのダイソーのレポートパッドです。テスト勉強のまとめをするときに使ってます。これは前のやつなんですけど、ノートをきれいにまとめるときとか、すぐ捨てれるようにこの紙でやってます。テストが終わったらこういうのは全部捨てることが多いです。これは就活用のノートです。もう前にも紹介したんですけど、まあ、就活の SPI とか大事なことをまとめるときに使ってます。まあ、こんな感じですね。壊したらうちも一緒に倒壊しちゃった。24歳。おばあちゃん、はいはい、だからおばあちゃんみたいな食堂行ったらご飯食べれるんじゃない。
止のため、このため、室内での入店や乗車。今もう夜中の1時ぐらいなんですけど、テストも終わったので溜まってた録画をいっぱい見ようと思います。オリンピックのバスケを見ます。まだ結果は知らないのですごく楽しみです。上位2チームが決勝トーナメント合わせとかできれば準々決勝の可能性十分に少し硬さが見られたというのはですね、はい、ところで、はい、かなりリングの近くまでドリブルに入っていくところがあります。背番号リトバシ、このスピードご飯どうする？美味しくて笑っちゃいました。キリッとしてるかと思ったら。